金魚屋の息子がいじめた令嬢はみるみる美しく育ち手の届かぬ人に男は歪んだ支配欲を金魚に注いだ彼女のような美しい金魚の新種を作ると必要に研究でも成果なし失敗作の金魚を放置していた池で傑作生まれてた四コマ文庫今回のお話は岡本観音子金魚繚乱